私は生まれてきてほぼ70年人生の勝利者になりたいと一度も思ったことはない。今こうして雑誌の付録でいいものが手に入ると幸せだなって思うぐらいの人間だ。はい、皆さんこんにちは。ジジイのアウトドアチャンネル。ぐっちゃぐちゃでしょはい、ちょっとね、キャンプの行く前になったらね、いつも同じですわ。もう何年もやってんねんから、もっとシャッシャーってね、なんかできへんかな思うねんけど、なんか毎回ね、何持って行ってんねやろ、これ忘れんのちゃうかな、あれ忘れてんのちゃうかな、いうことでね、いつもこんな感じですわ。はい、そんなんでね、ちょっとね、そしたら、ちょっと片付けますね。はい、片付けて、横ね、部屋はコウの字になってるんでね、使いやすいですわ、これ。はい、そんなんでね、実はね、今日はあれですやんか、ピークスの販売日、発売日ね。はい、そんなんでね、9月号買ってきました。はい、そんなんでね、ちょっと開けていきますね。はい、こんなゴムもね、置いといたら、またなんか使えるんちゃうかな、いうことでね、はい、置いときます。付録がこれですわ。今回ね、ちょっといろんな山登りのルートがね、載っているということで、どれ、これ、ちょうどあれ、行くとこですわ。このね、8月の末からちょっと行くんですけども、よかった。はいはい、今晩これを見ますわ。はい、それじゃね、ちょっと開けていきますね。ミニスキットル、男のロマン。はい、ポケットからね、さっと取り出して、ククってのもね、はい、自分だけのアイテム。150ml。はい、ちょうどね、1泊2日にぐらいのあれかな、マイボトルになるんかな。はい、今回はね、この本の内容と付録がね、ちょうどマッチしたね。やっぱ考えてあんねんな。そこらやっぱし素人がいろいろするのと違うで、やっぱプロやね。はいはい、ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっと丹波、ちょっと中期。はい、そんなん言いませんでした。はい、小学校の時ね、中期とか。はい、丹波は分かるけども、中期ってどういう意味なんやろ。はい、ちょっと待ってください。はい、これこのバッグ、もう20年ぐらい、そんな、ジョン・チャンプマンいうかな、イギリスですわ、イギリスのバッグ。それにね、合わせて、このね、付録と合わせてオールイギリスいう感じでね。それに、ジャケットはツイードのノーフォークジャケット。そして乗ってる自転車がブロンプトン。これで決まりでしょう。はいはいはい、もうトラッド。はい、じじいがね、20歳ぐらいいちびってたあれですわ、時代ですわ。めっちゃかっこええな、そんなんで歩いてたら。はい、ちょっとね、今やったら後ろ指刺されるかもしれませんけど、はい、そんな時代のね、古い感じのするこの付録。作りもね、めっちゃよくって、今回ばかりはね、穴開けたり削ったり色塗ったりね、他のものに使うよね、そんなことは全然考えませんでしたわ。まあ無理やしね、はい、こういったものは。今これね、ステンレスなんですけど、なんかわかります？はい、ミルですわ。コンパクト、ハンディミルいうかな。塩と、ペッパーのね、ミルなんですけども。なんか注射器みたいな感じだけど。
これもステンレスで今回か次回のキャンプにね持っていくために入れてるんですけども、これもついでに持っていこうかな思ってね。あれですわ、ちょっとねアルコールが弱いんで、ここにウイスキー入れて飲んだら、まあ多分もうその晩は、はい、テントの中に入らんともうどっかで寝転んでるんちゃうかないう、そんな感じなんやけども、まあねビールやったら、まあ、500やったらもう真っ赤っか、もうベロンベロンですわ、どれだけビール飲んでんいう、はい、そんな感じですわ。まあうまいことなんかできてて、趣味いっぱいあるんでね、はい、これでお酒も好きやったら、まあ、生活できへんやろなあいう、はい、そんな感じですわ。はい、とはいえね、食べるもんは、魚でも野菜でもね肉でもね何でも食べるんですけども、ちょっとこの前ねおばあちゃんと話しててランプ肉ってどこなんやろなあ言うて、まあね今はネットがあるしすぐ調べたら、あこの辺なんやいうことで、あサーロインの後ろか、サーロインの前はリブロース、あー、他に肩ロースか、あこれがテールでここが足んないな言うてね言ってたら、おばあちゃんが豚バラってどれや言うて、ちょっと待ってや、豚バラな、って言ってたら、二人急に声合わせて、これ豚ちゃうやん言うて、そんなんでね、豚も牛も全然わからん年になってますわ。いかがでしたか、ジジイの付録開封、参考になりました？次回もよろしく。はい、まあね全然話は変わるんですけども、このオピレルのナイフ、フランス製品なんですけどもね、なんかグリーンに塗り替えたおかげでなんかイギリスっぽくなったんでね、ちょうど一緒に使えるんちゃうかなって思っております。それとねもう一つなんですけども、いつになったら終わんねんいう感じやけどもね、前回の続きでこのランタンフックありますね、このランタンフックもちっちゃいの作ったらええでいうことを言ってたんですけども、実はねそれも作ってるんで、それがねこれ今までの大きいやつのねほぼ半分以下かな、はい、ほんまちょっとだけね何か引っ掛けるときにね、あまり大きいやつだったらね上と干渉するんでね小さめのを作りました。それともう一つ、これですわ、ジジはいつも150とか135とかのポールをね低めで使ってるんですけども、135で使う場合、中間のねつなぎのとこでフック付けてランタンつけると変なとこにランタンがねぶら下がってしまうんで、そのためにね一番トップにフックが入れへんかないうことで、おまけにコンパクトになるやつ、はい、それがこれですわ。はい、よくあるチャンネルいうんかな、 L 型じゃなくしてこの形になってるやつ、そのアルミを使って真ん中にここねポールの穴と同じ径を開けて、で針金がなんかでねこう、変化するように、変化するか動くようにねコンパクトになるように作っています。はい、これもね結構簡単なんでね、皆さんもいっぺんねじっと見て作っていただいたらいいんちゃうかな。はい、そんなんで今回はこれでおしまいです。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンを並びにチャンネル登録もよろしくお願いします。